はい、今日は松本市中央の現地のそばさんに来ております。現地のそばというだけあってね、すぐそばに松本湧水群の現地の井戸があるんです。現地の井戸のそばだから現地のそば。中はすごく落ち着いた雰囲気の店内ですね。はい、これがお品書き。今日は桜エビのかき揚げ天そばいっちゃおうかな。なんだか器も凝っててすごくいいお店ですよ。はい、桜エビのかき揚げが先に運ばれてきました。続いてこれが綺麗な二八そばなんですよね。わあ、新そばのいい香りする。これ綺麗に売ってあるな。ちょっとそのまま食べてみます。おいうまい。いや、このそばね、コシがしっかりしててね、舌触りも最高。喉をつらって入ってくね。おお、このつゆもね、全然濃くなくて、おそばの味がしっかり分かるようになってる。桜エビのかき揚げはね、これ下につゆが敷いてあるの。おそらくそばつゆにつけなくていい。この音ザックザク。いい？ちょっともう一回食べてみるよ。よく聞いててね。このそばこれやばいな。うめえ。おそらくね、このそばのつゆにかき揚げをつけたりしないでいいように下に敷いてあるんだね。邪魔しないようになってるわけだ。かー、そば湯も最高。さーて、午後も頑張ろうかな。はい、現地の